お家で簡単に作れます。たこ焼き。タコ、キャベツ、長ネギ、揚げ玉、小エビ。熱しておいた焼き型に油を引き、生地を流し込みます。その後はタコ、お好みの具材を加えます。そして再び生地をかけます。生地の色が変わったら、竹串などで生地をマス目状に切ります。溢れている生地を穴に集めてください。そして生地を中に入れながら半分返します。さらに半分返します。全体がきつね色になったら出来上がります。生地の色が変わったら、竹串などで生地をマス目状に切ります。溢れている生地を穴に集めてください。そして生地を中に入れながら半分返します。さらに半分返します。全体がきつね色になったら出来上がります。出来上がったたこ焼きを皿に移して、お好みでソース、マヨネーズなどを塗り、鰹節や青のりをかけてお召し上がりください。